久保さん、今回、やれの例にしましょうか。例。やればいいんすよね。単純ですよね。やればいいだけなんですけど。<laughs> みんなやらないですからね。まあ僕はね、あの、思ういつも、いつもね、やっぱ思うのが、やらないんだったら最初からやろうと思わなきゃいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ久保さんのもとにも僕のもとにも、まあ多分ね、まあ僕は来てますけども、 ま、来てるっていうか、まあ、集客してるんで来ないとダメなんですけど。<laughs> ま、お金に悩んでる。お金を稼ぎたいっていう人が来ます。でもやんないんですよね。稼ぎたいくないのかなっていう。まあ、稼ぎたいとは思ってると思うんですよね。お金は必要だから。だけどね、あんまやんないんですよね。まあ、もう、めちゃくちゃ徹底的にやればいいのになっていつも思うんですけど。 多分あの、あの、死ぬ気でガ,ガリガリやって結果出ないことないですよ、多分。本当に。ネットビジネスって甘いんだよ、本当に。甘くないですか、久保さん。まあ正直ですよ、正直。うーん、まあ捉え方です。捉え方なんだけども、元、元麻雀店のおっさんでも成功できるっていう甘さなんですよ。でも違う捉え方をするならば、 すごいサクセスストーリーなんですよね。すごいサクセスストーリーとして捉えるのか、余裕と捉えるのか。これね、じゃあ、もともと、マージャンデのおっさんがトヨタの会社を作りましたみたいな。で、それはすごいですよ。で、それは難しいだろうし、かなりしんどいと思います。本当に一部の人だと思います。 そのトヨタまで行かなかったとしても世界に名だたる企業を作る。もともと麻雀店のおっさんです。だけど、き、あの、なんだ、世界に名だたる企業を作った。それはすごいと思います。一部の人かもしれないです。それは難しいと思いますよ。売上高何兆円とかね。うん。でもまあ、なんだ、売上高何兆円とか出してる企業の社長も、まあ、 なんか、まあそういう人もいるんですけどね、実際は。でも、できますかっていう。<laughs> うーん。だからネットビジネスって、正直ね、あの、真面目に本気でちゃんとやったらね、いけるんですよね。でも、その本気のレベルが、まあ、本気でやってますっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、基準値がね、少なかったりするので、なんですかね。 まあ、いつも言うのが、久保さんと僕ぐらいの基準値でやれば、まあ、稼げないってことはないでしょうね。まあ、やる人がいないので言いますけど <laughs>、やる人がいないんで、まあ、もう言っちゃいますけど、僕と久保さんのレベルでやって稼げないってことはないですよね。じゃあ、久保さんのレベル、どれぐらいのレベルかっていうと、365日、毎日お客さんと会う。朝方4時でも、夜、夜2時でも、お客さんに合わせて会う。 会って悩みを聞く。そして、クロージングできたらクロージングする。365日、毎日です。ライブ放送、Facebook のライブ放送、3000回、4000回、今も YouTube ライブ毎日やっています。動画もまあ日々やっています。というレベルですね。<laughs> 僕のレベル、まあ動画本数、一般公開2万4000本ぐらい、えー。ライブ放送に関しては毎日3年ぐらいありましたね。 毎日3年ぐらいやったし、100時間ライブもやったことありますね。うん。20時間ライブは2回やりましたね。ライブ放送に関しては。うん、それぐらいのレベルでやれば、まあ、稼げないこところは多分ないと思いますね。でもやらないと思うんで。うん、でもやれないことはないんですよ。いや、実際やってるんで。やれないことはないんですよ。やれてるんで。 不可能かっていうと可能なんで。でもその可能にしている僕と久保さんは普通の凡人です。普通の凡人ね。多分何が違うのかっていうと、多分本当にね、まあ、松下幸之助さんですけど気持ちの違いだと思うんですけどね。普通の凡人ですよ。別に天才でもないし、才能もないし。才能があったらね、こんなにやんないですよ。天才だったらこんなにやらないですよ。 多分やんないですよ。天才だったら。才能があったらこんなにやらないですよ。こんなに、まあ、ど、ど、努力、うん、量をやらないですよね。だって天才って量をやらなくても、才能がある人って量が、やらなくても、センスがある人って量をやらなくても、ボボってできるっていうことがそんな感じじゃないですか。センスもないし、才能もないし、凡人以下ですよ。でもできるんですよ。やってるんですよ。 やれるんですね。いってらっしゃい。